まずはジェフナイテッド千葉の今日のフォーメーション予想でご覧いただきましょう。ゴールキーパーは新井です。3バック岡野、チャンミンギュ、鈴木です。今日は小林ではなくて田口が今シーズン初めての出場ということになります。ユン・ジョンファン監督持ってきました。そして怪我明けの米倉が右、左には小田です、元町田。そしてシャドウのポジションには小島と三木がいます。で前線には船山、そして2ゴールをもすでに挙げているサウダーニャ、こういったメンバーです。さあフォーメーション町田です。予想です。ゴールキーパーが福井です。こちら4バックで三木、水本、高橋、奥山、ダブルボランチが平戸と高江です。右に吉尾、左が前節ゴールを決めました太田です。前線には長谷川、アーリア、ジャスールド、今日は中島ではなくてドゥドゥを持ってきましたポポビッチ監督です。しましたが、上昇チームになりたければ次の試合、この試合でしっかりしたものを表現すること、ランコポポビッチ監督は話しています。さあ平戸のフリーキックです。これはチャンスになります。角度はあまりありませんが、ゴール前にシュート入った。ドゥドゥ、町田先制。17分です。いや、平戸選手のセットプレーの精度ですよね。そうでしたね。まあ、いいタイミングでね、ドゥドゥ選手入っていって、ディフェンスの背後からうまく競りましたね。はい、いやー、これは難しいヘディングでしたけど、ドゥドゥ選手やっぱりこうコンディション戻ってる。ジェフのキーパーの新井が言っていましたけれども、まあ、J2 っていうのはコーナーキック、フリーキック、スローイン、これバリエーション豊富と、守る方としたらこれ一人一人の責任感をちゃんと持たないとやられるという話はしていました。吉尾から中、その新井がパンチング、シュートを打ちました。後ろからドゥドゥ、かなり抑えるのは難しいんですけど、よくあの枠に持っていきましたよね。今度はちょっと角度を変えて後ろから高いのシュート、いろいろ見せてきます町田。まあ、高井選手ミドルシュート本当に得意としてますからね、はい、ここはプレッシャーをかける町田です。マイボールにしました吉尾、しかしどちらか、町田ボールを取った吉尾、ゆっくり中にドゥドゥ、逆サイドから太田、ドゥドゥ、その裏、後ろ平戸、シュート、コントロールしたボールでした。ちょっと頭の上を抜こうという感じでした。面白い狙いでしたね、はい、さあ小林、小島です。サウダーニャ低い位置から前を向いてドリブル突破をしてくるぞ。右からワンツーを受け取って、左足のシュート。いや、はあ、やっぱりこの辺は規格外ですよね、はい、小島前拾って、サウダーニャ、シュートは行こうというところでした。ミキです。米倉からミキのシュート入った。米倉からミキ、ミキはこれで3試合連続ゴール。42分、追いつきました。船山選手が少し、まあ、ここの反応も小島選手ですかね、非常に良かったですし、このこぼれに対する反応も米倉選手早かったですから、まあ、船山選手が、ね、ニアに入ったことによって少しマイナスのポイントが空いたので、そこに三木選手がいいタイミングで入ってきましたね、いや、ここは米倉選手さすがの精度質ですね。見事です。まあ、三木選手のヘディングもよくあのファーポストに流し込みましたし、見事なゴールでしたね、はい、さあ米倉です。対面三木、はい、後ろから来ましたがクロスを送っていきます。中ヘディングシュート、サウダーニャー、岡野からのクロスでした。ここで岡野選手がやっぱりいいクロスを上げられますから、はい、確かに。逆サイドで三木に振ってきます。真ん中ちょんと狭く待ちます。ドゥドゥに入った、振り返ってチョンテセ、これはビッグチャンスでした。このドゥドゥ選手がいいところで顔を出してワンタッチで前向いたのが良かったですしね。ヘディング、あー、どうか、最後はどうか、うわー、ノーゴールだったようですね。際どいシーンでしたね、はい、一瞬中に入ったようにも見えましたけど、さあ今度は逆に速い攻撃、町田、長いボール高江から、ここでチョンテセ、
入れ替わった、1対1シュート、ナイスキープ、もう1回まだあるぞ、高江ヒール落として平戸、後ろから行ったチャンミング、ビッグセーブでしたね、もう手元の時計でも5分経過、1対1、さあラストプレーになるか、鈴木から岩崎、ヘッドで落として、いやここで試合終了、1対1、勝ち点1を分け合いました、両チームともにこれで4戦負けなしということになりました。